トンの名佐さんトンの名佐さんの前には、月賀線名佐さんは、中国甘宿省トンの有名な観光地、月賀泉のそばにある砂山で、風が吹くと砂が鳴くような音を出すことで知られている。これに習って、名佐山という名称の地は他にもあり、また同様な現象は日本など他国でも、鳴き砂として知られている。砂が鳴くような音を立てる現象は、 物理的には長い年月を経て、サルウの表面が極めてよく洗浄され、微粉状の物質が付着していないことであると言われる。中国甘縮省敦煌の市街区から南へ5キロメートルには有名な観光地、月河川があり、そこの砂山は東西の長さは約4 0トル、南北の幅は約2 0トルの広大なもので、もともとは神佐山と呼ばれていたが、 風が吹くと音を立てるので、明作山と呼ばれるようになった。晴れた日に、風が吹いて、砂が流れると、歓源や平和が打ち鳴らす太鼓や、ドラの音のように聞こえるとも言われ、古来、四季に、天気がいい時は音楽を奏でているようだという記述が記載されている。月河川、明作山地区は、中国の観光地東急最高のアーアーアに指定されている。 ここをラクダに乗って回る観光活動も行われている。名作山に似た現象は、世界的には、泣き砂として知られ、トンコウの名さ山は、ハミ市一周区の名作山などとともに、中国次第名作山とも呼ばれる。また、新疆をウイグル自治区小基地海賊自治州、森風富自治県の名作山などもある。日本にも砂山、または砂浜が、 砂が泣くのような音を出す現象は伝えられていて、宮城県気仙沼市大島の久ぐな浜、牡鹿半島のな浜や久ぐな浜、能登半島のなけ浜、丹後半島のことびき浜、島根県今郡のことが浜などの名称に残っている。ありがとうございます。